動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子浪心です。この動画が面白いと思っていただけたらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて今回ちょっとね動画の雰囲気がいつもと違うと思うんですが、いつもこの YouTube チャンネル浪心トラベルを見ていただいている視聴者の皆さんにとっても大事なお知らせが2つあって今日はこの動画を撮っています。その大事なお知らせというのが、まず1つ目が更新の日程が毎週日曜日と木曜日の週2回更新になるということです。あともう一つですね、来月から始まる新しい旅行シリーズについてのお知らせ、この2つを中心に今回お話をさせていただきます。まず1つ目、来月から毎週日曜日木曜日の週2回更新に変わることについてなんですけれども、理由としてはまず大きな理由ですね、現状の週3回の日火木この週3日の更新がちょっと厳しくなってきました。それは体力的な問題もあるんですけれども、まあそうですね、現在この YouTube チャンネル浪心トラベルは収益化に至ってはいません。そのため全ての旅行企画、これまで、お届けしてきました全ての旅行企画全部僕の私費でやってきました。全部自己負担です。もちろん今着ているこの着物も全て僕の費用から出しているというような状況です。で当然元手が必要なので、だから今僕は実を言いますとこの YouTube 活動を支えるために週40時間の仕事をしながら YouTube 活動をさせていただいているというのが今の僕の現実です。当然予算も潤沢にあるわけではないので、動画撮影編集作業 YouTube への動画の投稿全て僕一人でやっています。なので改めてそういうことだったんだなっていうことで知っていただければいいなと思っています。同時に僕はもう一つ全面展望専門チャンネルということで、サブチャンネル浪心フロントビューという顔出しを一切しないチャンネルも持っているんですね。でそちらの方も撮影しているんですが、これをセパレーションと言いますか別々に撮影はもう厳しいので、予算も時間も限られた中でやってますから、本当に同時進行でやっています。本当にね、僕の動画をしっかりと見ていただいている方はご存知の方も多いかもしれないんですけれども、本当にまあ繰り返しになりますが、時間も予算も限られた中で全部一人でこなしてきたのが、まあ、現状です。でそれでですね、毎日投稿が常だろうというご意見もあるかもしれないんですけれども、先ほど申し上げましたように週40時間を仕事をしながらその合間を縫って編集をしているものですから、言い訳がましいかもしれないんですけれども、一本制作するのにですね、まあ撮影を除いた動画の編集作業、こちらだけで一本投稿するためにおよそ2日前後使ってます。もちろん人間ですから休む必要もあると思うんです。ですから本当に限られたタイトなスケジュールの中で1本あたり2日からかかりすぎると、おそらく3日、そのぐらいのペースでやってますから、と申し訳ないんですけれども週3回の投稿はちょっと厳しいなというふうに判断しました。でなぜ週2回にするのかということについても理由をお話ししますと、去年の11月から12月にかけて本当に投稿本数が少なくて、チャンネルそのものに対するインプレッションをこれ以上ないぐらい落としてしまって、週1回では絶対に皆さんから見てもらえないなと、月に4本投稿するなんていうことで悠長になっていては、絶対に皆さんに僕の YouTube チャンネル浪心トラベルを見ていただけないんじゃないかなという危機感があって、僕はもうこれでいいやっていういい加減な気持ちではなくて、本当にギリギリのギリギリのギリギリの選択をして今皆さんにこうしてお話をしています。ここから先は余談になるんですが、浪心トラベルですね、このチャンネル2年目に突入しまして、今年の1月に新しいことにも挑戦してきました。ライブ配信を1月から2月まで週1回ずつのペースで行わせていただいたんですが、途中から何かこう空気感といいますか怪しくなってきまして、一部のユーザーですね、その方たちが僕のチャンネルがまだ収益化していないと見るや、僕への個人攻撃に転じてきまして、まあかなり傷つきました。今でも忘れません。悲しい思いもしました。なので本来であればこういったお知らせの動画は皆さんにとっては不要なものかもしれないんですけれども、もうライブ配信は当面やらない、僕の気持ちと状況の変化があるまではライブ配信はしないと決めたので、本当に苦しい中でこういうお知らせの動画作らせていただいてます。そんなに大変な状況なら YouTube なんてやめてしまえばいいじゃないかっていうご意見をおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、そのようなご意見は僕はまあ
一切聞かずに続けさせていただきたいと思っていて、なんでかっていうと、僕はもう高校を卒業してからもう17年間にわたって脚本家になるための勉強をずっと続けてきて、やっぱりこういうクリエイティブな仕事を、まあ、仕事にはなってないですけれども、お金をもらってないのでなんですけれども、まあ、一生かけて続けていきたいと思っているので、やっぱり好きなんですよ。自分が世の中に出したものが誰かの目に留まって、それを繰り返し繰り返し見ていただける環境っていうのは、やっぱり今僕が考える中での一番いい環境はやっぱり YouTube しかないと思って、そういうことで YouTube を選ばせていただいているので、まあ、ぜひそのあたりも皆さんには温かい目で見守っていただければなと思ってます。ただ悪いことばっかりではなかったのは事実です。何があったかと言いますと、茨城旅行編の最終回、ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。僕が袋田駅まで本当に交通手段を失ってしまって、ひたすら40分かけて歩いたという動画を投稿させていただいたんですね。そうしましたら、あ、そんな大変な思いをして、でしかもそんな報われない結果かということで、まあ、見ていただいたようでして、他の動画からすれば少ないかもしれないんですけども、久しぶりに100回を超える再生回数になって、それだけの皆さんに見ていただいたという、本当に感謝していました。そこからちょっとずつですけれども、僕のチャンネルに対する YouTube 側からの評価も変わってきて、本当にいいきっかけ、チャンスになった、変わるきっかけになった動画になっています。というわけで、週2回の更新にはなるんですけれども、心ある視聴者の皆さんには僕のチャンネルの質、内容分かっていただけていると思ってますので、更新の頻度が落ちるとしてもクオリティは下げないということをお約束して、当面の間いつまでというのは分からないんですけど、予算時間ともに限られた中で精一杯最善を尽くしていい旅動画投稿していきますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。はい、ちょっとね、暗い話が長く続いてしまったんで、明るい話題、もう一つのテーマ、もう一つの話題について触れていこうと思います。さて、来月からの新しい旅行シリーズについて発表させていただきます。来月から始まる新しい旅行シリーズですが、発表します。2泊3日岐阜旅行編スタートです。はい、これまでのシリーズとの決定的な違いですね、この2泊3日岐阜旅行編の決定的な違いは、僕が岐阜県で連泊をしているということなんですね。で、じゃあ今まではどうだったのかということを説明させていただきますと、以前は日帰りですとか1泊2日が多かったんです。予算も限られてましたし、時間も限られてました。先ほどもから、まあ、僕は別で仕事をしているということで、その別の仕事の方がですね、たまたま偶然3日休みをいただけることになって、さあどうしようかなと思って、やっぱり京阪神人気なので、京都、大阪、神戸、その中で京都が意外と今流行っていて蔓延している感染症の被害が少なかったんですよ。まあもちろんその緊急事態宣言の対象地区になったよっていうニュースを聞いたもんですから、さてどうしようかなと思った時に、ちょうど新聞の記事がネット本当に上がったのを見て、でそれが今ちょうど大人気の漫画呪術廻戦のキャラクターの一人である両面スクナ、この両面スクナの像があるお寺がなんと岐阜県の高山市にあるって聞いたんです。ああ、そうか、そしたら皆さん気になって見てくれるかなと思って、それがまず最初のきっかけだったんです。で、結論を言います。ちょっと時間の関係でこちらの千光寺というお寺だったんですけども、そちらの千光寺には行けませんでした。高山市でも湯川というとても山深い地域にあって、それだけでまず1日消化してしまうくらい高山市内からもかなり離れた場所だったので、今回はちょっと断念しました。その代わりといってはなんですけれども、下呂温泉に立ち寄りまして、ミニ白川郷というテーマパークがあったり、それから高山市では皆さんも写真などで見たことがあるかもしれません、古い街並みを歩きましたし、実を言うと高山市人力車観光発祥の地でもあるので、人力車にも乗っています。それから高山市の酒蔵が多いので酒蔵巡りもしましたし、グルメやカフェ巡りもしました、まあ、そんな感じで本当に内容盛りだくさんの旅行シリーズになってますので、この2泊3日岐阜旅行編全15話という非常にボリューム感のある旅行シリーズになりましたので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。というわけで今回の大事なお知らせ2点以上になります。
りました。この動画はどうだったでしょうか。もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。引き続き YouTube チャンネルバオシントラベルご支持ご声援をお願いします。